月の、はい、YouTube ファンの皆様こんにちは、今日は3月の2日明日はひな祭りですね。3月の3日早いですね。卒業式も高校の卒業式が昨日ありまして、大学の卒業式はいつ頃ですかね、中旬頃かな、ということでですね、まず写真屋さんの美女をこれから3名撮りますが、その前にですね、この YouTube を見る世界の方、そして日本の観光客の方が大体こう全般的な風景をですね撮ってみたいと思います。でこの方向ですね、玉うどんとかこの下にございますが首里高校で、こういう方向から観光客は上がってきます。で、こちらの方向は下に駐車場がありまして、観光客が上がってくるというこういう状況であります。で、正面の主礼の門ですね、でこれを通り抜けて、あと関海門ですか、その左側にその彼岸御嶽、これは、まあ、世界遺産の9つの中に入っております。北から行きますと泣き神城とかですね、ザキミ城とか、あと勝連城、中城城ですね。そして、この周辺に、首里城、その彼岸御嶽、それから式内園ですね、それから下の方に玉うどんがあるんですが、あと最後はセーファー御嶽ですね。この9つが沖縄の世界遺産群のもろもろであります。その9つのうちの4つがですね、この首里城周辺に、集まっているというこういう状況であります。その中で、まあ、特に多いのは朝の9時、10時、11時ですね。台湾の観光客とか、あるいは韓国とかですね、あとは修学旅行生とか、いろんなところからですね観光客が押し寄せてくると。でそこで、この人たちと写真を撮るということになります。そこで、まあ、じゃあこれから3分で切り上げますので、今日はどうもありがとうございます。はい、今日少ないんじゃないですか、お客さんは。暇ですね。あ、はい、やっぱ3月はちょっと暇な時期ですかね。そうですね、3月、4月はもう、この間は行っていたのは、はい、7、8、9、夏休みが一番ここは忙しい。そうですね、あとはゴールデンウィーク。あ、ゴールデンウィークね、はい、あの4月、5月のですね。上のお土産品店は、あの修学旅行生の9、10、はい、11、12、大体あの辺が非常に忙しいということですね。はいはい、で1週間ぐらい前でしたかね、カメラ撮っていただき、いただいた僕はこうやったもんだからなかなか映りが悪いもんでですね、はい、ぜひもう一回撮って宣伝したいということで、まあ、この間高山さんに撮ってもらったんですが、はい、今度はやっぱり役者さんを変えましてですね、はい、撮りたいということですね。はい、そうですね、もう中には面白い人もいるんじゃないですか、観光客に。面白い人って、今晩居酒屋で飲まないとか。そういうお客さんもたまにはいますわ、はい、名刺あれしてちらつかせて ね、はい、ああそうか、もう社長さん気をつけてくださいよ変なお客さんもいるそうですからね。でこの間後ろに社長さんいるんですが、なんか面白い話は写真にまつわるっていうのがないですかと言ったら言ってましたね、はい、新婚旅行でここで写真を撮って、はい、で今度子供を連れてきたんだったですかね。そうです、はい、子供さんと一緒にあれからまあ20年後か30年後か知りませんけど、はい、あの時私ここで、撮りましたよということですね。はい、ちょっと面白い状況ですね。あの外人さんがこう上がってきますよね。カメラさん撮ってもらいます、はい、こういうことで、まあ、外人もいっぱい、来ますんですね、これもね。じゃ あと1分で、終わりたいと思いますが、じゃあ最後にですね、まあこういう美しい女性と写真撮れるということで、会社の宣伝ですね、これをやってもらえますか。はい、首里城バックにこのままでいいですよ。はい、はい、開きながら、はいはい、カメラに向かってですね、はい、全国の、はい、日本語で見てますので、はい、衣装を着て撮ることができますね。で唯一首里城バックに、はい、Welcome to Okinawa. 写真を撮ってる場所ですので、ぜひ、もしくは首里城に来た時はここに来て写真を撮ってくださいね。でいっぱい思い出作って帰ってください。And so Maryland, Massachusetts, Maine is.
はい、YouTube ファンの皆様おはようございます。もう今何時ぐらいになってる？9時18分かな、ということで今守礼の門の近くに来ております。ちょっと前景映しましょうね。このように、城西小学校がありまして、で観光客の方はこの方向から駐車場からですね入っていきます、でこの方の玉うどんの方向から入ってくるお客さんも多いですね。でこのように植生はガジュマルとかアコウとかですね、沖縄の植生が紅葉樹林が多いんですが、で城西小学校、黒炭とかいっぱいありますね。でこれがアコウの木ですね。でデイゴがちょっと枯れそうな感じなんですけど、まあ、4月ぐらいに赤い真っ赤な花が咲くと。でこの遠くの方に守礼の門がありまして、でこれをまっすぐ行けば何門だったかな、ね、守礼門ですのその先の方の門、開館門、牢獄門、そして何だったっけな、正殿の方へ、下の裏から正殿の方へ入っていくというところであります。でこれが全般の状況です。じゃあ早速、まあ、お話ししながらですね、やりましょうかね。だいたいカメラを見て話しの時はですね、もうちょっと寄った方がいいかな。あ、動かないで動く、はいはい、これで調整してるから、ここだわけでね。ということで今どうですかね、2月3月というのは観光客の全体的な1年間を通してはどういう状況になっていますかね。暇な時期ですかね、はい、じゃあ逆にあの一番多い時期というのは何月ぐらいですか。やっぱりゴールデンウィーク、夏休み、はいはいはい、夏休みっていう、あと正月、あ、7、8、9ぐらいですかね。そうですね、7、8、9。逆に上のちょっともうね、はい、40、50メートル上に お土産品店が7店ぐらいあるんですが、はい、あそこは9、10、11、12が忙しくてですね、はい、修学旅行生らしいんですよ ね、 すね、はいはい、高校生が主で、まあ、中学も来るということで、はい、逆に夏休みは忙しくないというような、はいはい、こことは、まあ、あのね、場所場所によってですね、逆ですよね。あとやっぱり、まあ、私海水浴場は一回も行ってないんですが、多分インタビューしたらそういうことになるのかなと思いますね、はい、9月ぐらいからも10月ぐらいから泳げないですよね。そういう感じになるかと思います。はい、今まで例えばの外国人観光客ですが、はい、最近よく巷では中国人の観光客が増えているというんですが、それは本当ですかね。はいはい、増えてますね。あ、はい、具体的に例えば中国でも、はい、北京とか上海とか福州、はい、香港ってあるんですが、はい、どういうところが多いですか。やっぱり台湾、中国、韓国、上海、上海も増えてます。ああ、やっぱり。で、巷の話によりますとですね、内地では大阪、東京もやっぱり多いらしいですよね。あ、で、まあ、温泉地も上海の人を接待してですね、はい、なんとこの上海の人はですね、1回来るとですね、まあ、4、5日1週間泊まって、はい、11万使うそうですね、平均的に。1日ですか。4、5日とか1週間来て11万使うらしいですよ。すごいですね。あ、だからもう今日本人はいい観光客じゃない、アメリカ人もいい観光客じゃない、やっぱり上海のお客さんはね、沖縄もいっぱい来れば、ここもね、写真やもチップいっぱい、こんな綺麗な姉ちゃんに弾むんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこういう、まあ、世の中変わってきてるわけですよね。世界の経済情勢もですね、そういうことで、まあ、やっぱりこれからの外国人観光客のね、受け入れ先というのもやっぱり上海に目をつけて、はい、この往復のフェリーをね、数を増やすとか、航空運賃を増やすだけじゃなくてね、片道5000円とかね、シーズンオフの時はこういう具合にして工夫して、とにかくこの人たちを呼び込むというのが
大事じゃないかなと思うんですが、あとそうですね、その他の観光客は次はどういう層が多いですかね。そうです、あと個人客が多いですか。あ、そうですか。あと内地から私こういろんなインタビューすると、東京とかね、埼玉、千葉、神奈川あたりが多いですよね、はい、あと大阪、京都、あの辺の周辺、滋賀とか今日もいましたけど、はい、そういうの、あと福岡も多いですよね、はい、でインタビューすると、まあ、そんな感じがしますけど、あとどうでしょうかね、今までこうハプニング的なことあります？いろんなこんな面白いお客さんに、例えば高校時代の同級生に会ったとかですね、お姉ちゃんまた来たよとか、まあそういう感じの なんかどうですかね。あ、そう、あ、そう、おあ、社長さん撮っていいですかね。いいですか。あ、そういうのもいた。あなるほどね、はい、お兄さん、じゃああの時はまあ20代か30代ぐらいで撮った。だから今ね、僕は思うんだけど、琉装ウェディング、沖縄の琉装、本土の全国の琉装、要するに、結婚のウェディングですよね、これ1位はですね、ハワイなんですよね、はい、3万組ぐらい で2位はグアム、サイパンなんですよ、はい、で去年の沖縄は6050組で3位なんですよね、はい、あ、そうですか、うん、よく勉強してるでしょ、はい、4位は確か軽井沢、5位が北海道だったと思うんですけど、まあ、この辺4位5位はどうでもいいんですけど、沖縄と関係ないからね、はい、僕は将来的に必ずやその沖縄というのは、はい、グアム、サイパンね、この、2万組抜けると思うんですよね、1万組ですよね、1万組、はい、6050組、あと2倍ぐらいですけどね、はい、理由はですね、3つあるんですよ。まず1つはパスポートがいりませんよね、沖縄はね。そうですね、はい、であとは2つ目は英語を話すなくていうわけですよね、はい、であと3つ目としてはアクセスが非常にいいということで、はい、まあ、最近では仙台あたりからも出てるしね、鹿児島からも、北海道はどうか知らんけど、ところがサイパン、グアムとなるとね、成田か関空か、あと羽田に行かないということで、多分もう近々 2,3 年にはね、沖縄の琉装ウェディングも、でそうなるとですね、ここがもう金持ちの親戚とか友達とかですね、そういう人たちがこの辺ワンサットをその10月ぐらいになると訪れるんで、またここも非常に、いい契機になるんじゃないかとね、はい、私期待して一生懸命広報してるんですけどね、はい、最後になりましたが、この写真屋さん、あるいは琉装関係のですね、はい、日本全国に向けて、あるいはこれ世界でも見ていますので、はい、英語でもあと私言いますので、はい、ちょっとまあ1分ぐらいで宣伝してもらえますか。どうぞ、はい、カメラに向かって、はい、これもバックに、はい、沖縄の世界遺産をバックに写真を撮ってますの でご希望であればあった衣装を着てお撮りすることもできますので、うん、ぜひ来て一緒に写真を撮りましょう。はい、わかりました。で衣装はこういう状況で、Okay, thank you very much for all over the world YouTube friend. I'm a retired Captain Chinen, Japanese Self-Defense Force, 7 years ago. And I'm very appreciated that you've been listening and watching to the YouTube. And today I am, to my left hand, a beautiful lady from Okinawa. We are welcoming to visiting Okinawa all over the world. And if you visit here, come to Shurijo Castle and take pictures with these beautiful ladies. Very appreciated. Thank you very much for being with us today. And I hope you will come to Okinawa and watch YouTube again and again.Thank you very much indeed. Goodbye. じゃあカメラに手を挙げて、はい、どうもありがとうございました。はい、日本語で言ったことを英訳しましたんでね。はい、かっこいいですね。いやいや、私